みません、誰がいませんが。入れ。はい、早く入って、閉めて。こんにちは、お尋ねしたいのですが。何か。新聞配達か。お前どっから来た。台湾です。うん、ようと申します。で、やってみたいのか。はい。ならね、そこにある規定を見てもらって。ぜひぜひ働かせてもらいたいのです。お願いします。まずね、ちゃんと見なさい。それで承諾するのであればすぐに働いてもらうが。はい。で、どうだね。はい。しかし私にはもう6円しかありません。まあ、君の身なりを見ていると実にかわいそうだ。よし、分かった。その代わりね、人より倍真面目に働くんだぞ。いいか。はい、はい、承知しました。これは預かっておく。じゃあ君は田中という者に世話してもらうから一緒に来なさい。おい、田中。はい。下に陽という者がいるから世話してやれ。わかりました、すぐ行きます。ここで待ってろ。はい。君が陽君だね。はい。僕が田中だ。よろしく。よろしくお願いします。部屋は2階だ。さあ。乡亲啊，即马腾青哦，决定离个咱庄个北平个起农场啦，啊嘛甲咱讲好啊，买买咱个土地啦吼，然后你个范围内底，恁着摕恁家己个囡仔去遐长，啊毋过甲即马，无一个人照办啦。所以我今仔日吼，请大家来遮吼，就是甲大家讲个清楚，咱腾青吼，愿意出比市价搁较悬个介绍，甲恁买土地啦。安尼知影无？今話があったように、今度の会社の計画は鉄塔鉄尾、村のためを考えてである。お前たちはこれを公営としなければならない。つまり、陰謀を働く被告民は絶対に容赦しない。村長。永川的本尊哦，人讲是咱的公营呢，啊？啊，不过对一挂有阴谋的非国民吼，咱就免宽赦伊。好，我即马开始点名，林文忠，嗨，来，快进来。我先。丫头，来，等一下，有没有？你嘛等一下，等一下啊！我无想要卖，所以我无答应啊。喂，お前補正だろ？模範たるべき補正が陰謀の視界だと？おい、人だろ？ちゃんころが黙れ。あっ、バカ野郎。こんな
이래 OK. 왜? 빨리손저두개로하이란지마어또叫代理人意思어아叫小藤君可以好不好好不好啦好我这么个点名啊查告嗨现在单脚地嗨哎给给给给给もたもたやってると夜が明けちまうぞ。おい、誰だこれおったのは。こんなもんおれんぞ。やり直せ。すいません。田中君、どうしたの？一緒に中で飯食おう。この人とまかない好きだと見ていました。まかないなんてないさ、ここが一番安いんだ。でも僕にはお金がありません。みんな全て食事に行きました。おい、待ってんか、早く来てよ。はい、まあ、僕が立て替えてやるからさあ、まあ、君そんなに少なくて腹いっぱいになるのかい？はい。やつちょっとこっちへ来い。あのね、はい、今週で大体覚えたろ。え、
はい。なあ、明日から一人で新読者の勧誘に行きなさい。え、新読者の勧誘ですか？そうだ。どうした、できないのか？いえ、できます。できるんだな。はい、はい。じゃあ頑張りたまえ、行きなさい。はい。ここからだと、こう左にまっすぐ道を真っ直ぐ行ったとか。分かったか？はい。これから一緒に回れないけど、一人でも飯ちゃんと食うんだ。え、いいからな。ほら、先に行くよ。ちょっと見てみろ。6部、4部、8部、4部、3部な、同情して入れてあったのによ。何してんだよ。これからもっと努力してますので、どうか許してください。もういいよ。あのね、本来店の規定では1ヶ月未満の者には工賃をあげれんのだが、今回は特別払ってやるよ。な、もらったらどこへでも行きなさい。ほら、はい、いらんのか？いるんじゃねえかよ。早く行けよ。20日も働いたのに、ただの4円25銭ですか？このお金が、何かの間違いではないでしょうか？何も間違っとらんよ。私は一日も休まずに働いたのに、どうして？あのね、20日がどうした？なあ、1年も10年も一緒だ。働かぬ者にどっから金が湧いて出てくるんだ。おい、それによく見ろ。お前が田中から借りた8円もちゃんと書いてあるな。では保証金を返してください。保証金？お前面白いこと言うね。なあ、おい、お前がな、見て承諾したな、規定だぞ。よく見ろ。4ヶ月以上勤続者に限り保証金の還付をなすな。第4条にちゃんと明記している。どうなんだ？おい、どうなんだよ。じゃあな、ついでに7条も読んでやるよ。1ヶ月未満の者には給料の給料をなさず。出て行け、出て行け。おい、うせろ、バカ野郎、出て行け。おや、台湾の人じゃない？戻ってきたの？お前のこの家を別の人に譲るつもりだったんだよ。あ、忘れてたことがある。あ、
あんた宛ての書き留めを。どうも。田中君、僕、家からお金が送られてきたので、お金を。まあ、座ってよ。さあ、そのお金は持ってるといい。君はいつ職につけるか、見当がつかないじゃないか。そんなに急がなくても。いえ、お返ししたくて。母親の体がひどく悪いようだから一度帰ろうかと思って。台湾に帰るのか。はい。その必要があるのか。君の父親は。父親はもういません。それなら君の母親が帰るとでも言ってきたのか。いいえ。なら帰ってはいけない。よく勉強して少しでから帰れ。と言います。でもよくヨウ君、ちょっと聞いてくれるか。はい。僕たち日本人の労働者も君と一緒なんだ。みんな苦しめられてる。僕たちの保証金を奪ったあの人はその苦しみの元だ。それはどこの国でも同じことかもしれない。だから僕たちは一つになってこそこの運命を変えられるのではないか。はい、行こう。杨奎他看到的不是只有议题，他看到的是一个比较普世的人类的命题，包括权力，那包括或者在这个权力的运作当中，人要追求的是什么样的一个理念。他是一个高度理想主义的人，从年轻时候到年老几乎是一贯。那他这个理想主义体现在生活、创作跟运动三个层面几乎是一致的，就这个是蛮少见的。在日治时期的大部分作品都比较灰暗，对。那杨奎当然也有灰暗的一面，可是他一直保持着一个乐观。那个乐观是就像宋抱甫一样，就是说我们只要站起来，我们是有未来的，我们可以改变这个世界。那至于何时能够改变这个世界，也许是漫长的两代三代。所以我觉得杨奎的乐观主义是奠基在于一种绵长的时间观。杨奎的小说基本上是有蛮高的自传性色彩。杨奎自己本身是确实在日本的时候做了很多的攻读，那其中一个就是包括就是送报，
就一个社会主义的一个理念者，他主张就是信奉社会主义。那在他的眼中，当重要的就是农人的问题跟工人的问题。那传统的马克思主义谈的是工人的问题嘛？可是当时在殖民地的台湾，其实农人的问题，特别是蔗农的问题，是最经典的问题。那于是他把这两个问题去扣合在一起。我觉得第一个就是说，他具有一个在谈阶级问题的一个经典性。那第二个，它具有一个现实性，就是他自己的家庭背景，是底层的人民，然后他自己本身后来成长之后，他又靠劳动为生，他自己本身过很贫苦的生活，所以因此他的社会主义基本上其实是一个很素朴的社会主义，就说我自己本身就是一个农民，除了我有多一点知识，可是我整个经济阶级其实就是最底层的，然后我通过劳动去换取我的生活资源。他的整个一生的理念，他的那个谨守不是只是一个知识上或者是理想上面的，而是一种非常，我觉得是非常行动美学跟实践美学。我相信应该是他直接是在日本有具体的经验所遭遇到的日本的朋友对一个来自于异乡的台湾的殖民地人的关照，那这个现实经验的挪用，以杨奎历来写小说的一种策略来看，我觉得是蛮有可能的，当然很难具体比对出来，但这个可能性是很大。那第二个，它当然具有一个象征性的意义，就是说杨奎本身的信仰，那他的信仰一直就是一个不是一个基本教义的，就是说 OK 你是日本人，所以你就是一定是坏人，那我们一定是敌人，那你是我是台湾人，我就一定没有办法跟你做朋友。那他一直在追求一个可以跨越族群跟阶级的一种反抗精神跟反抗的精神的连结，所以他宋抱夫写的是跨越族群，那他在另外一本小说叫做模范村写的是跨越阶级，对，那他还有鹅妈妈出嫁也跨越阶级，所以他一直在思考，就是说如果人类可以跨越阶级或者是族群的一个藩篱，追求一个共同的理念跟价值的话，那所谓的新乐园那样的一个自由平等的世界其实就是在眼前，我觉得这是他一贯的理念。所以从这部小说，我觉得他已经有一个原型存在，那个原型就是杨奎的某一种理想的世界跟理想的人跟人的关系，它已经呈现出来了。嗯，对。那从比较无奈的角度来说，就觉得人类要走向那个自由平等百花齐放的新乐园好像是漫长的道路。对，因为写在1932然后刊登到1934，就是差不多离现在是70年左右，70余年的作品，竟然还有这么多的相似之处啊，包括征收啊、都更啊，那农民失去土地啊，然后那样的一个，只是说现在更悲惨的是，因为现在就是包装着一个民主，依法行政，那很多的这种所谓程序正义、工具理性。那事实上背后执行的是一样，所以从这个角度来看，也是觉得蛮无奈，我们可能还要再走更远的路了。